で、いっぱい飲んでからでもいいんじゃないですか。はい、すいません。まあ、からの流れで今日させていただきました。で、僕は基本的にその建築屋、名刺交換させていただいたんですけど、建築屋で、いや、こんなに素晴らしいプレゼンの後に言われて、ただ呆然と喋るだけになりますけれども、まあ、とりあえずちょっと、建築の仕事を、僕が26の時から独立して始めまして、で今もうなおやってるんですけれども、まあ、その会社は、まあ若い部下が僕におって、でそいつに新しい会社を作らせて、で僕は今一人で、仕事をやって、僕が仕事を取ったやつをその若い会社に送り直し回していくっていう、まあ、そこで営業費を取ってっていうことで今やってるんですけれども、まあ時間ができたので、で僕はその時間を何に当ててるかっていうと、まあ、名刺にもちょっと書いてあるんですけども、海外不動産の方にちょっと目を向けてます。で海外不動産も、バリです。バリのみですね。でバリで、反社っていう資格を、まあ、たまたまいただきまして、それでバリ島の不動産を、バリ島にいる日本人のボスに当時のお手伝いとして、日本で、仕事というかその不動産の、興味のある人を日本からバリ島に連れて行って、いろんなところをご案内しながら最後にバリ島の不動産をこうお伝えするっていう。で別に何も準備はしてないんですけれども、まあ、とりあえず見せられないものもないので、今、これご存知ですか？まだ言ってない。神様はバリにいるっていう映画なんですけれども、ヒットですよね。大ヒットです。おかげさまで。で、この堤さんが扮する人が実は僕のボスなんで、この映画を題材にしたのが、ごめんなさい、これがですね、黒岩翔っていう人が書いている本が、原作で作られた本で、この本はどういう本かといいますと、要はバリ島に行って兄貴が、でそこで1ヶ月間修行した、その修行の日記が書かれているものです。でその時に、学んだいろいろなその学びっていうのが、いろいろあって、まあ、兄貴語録って言われているのがあって、例えば、まあ、映画を見てないんであんまり言えないですけれども、例えばダジャレは頭の回転を早する、絶対そう、絶対そう、そう、あとダジャレは頭の回転を早すると、新しい発想を生むやっていう言葉であったりとか、苦しい時こそ笑えっていう言葉があったりとか、あとはまあたくさんね、縁は世界は縁で回ってる、縁っていうのはご縁の縁ですけど、縁で回ってんねんっていう話とか、まあ僕は、この本ができる3年4年くらい前ですか、ちょうど8年くらい前に、全く違う理由でバリ島に行きまして、でそこで面白いおっさんに会わせるからっていう、そういうご縁でですね、いきなりマフィアみたいなドライバーに黒塗りのなんつうかあれアルファード、向こうでは4000万ぐらいするんですけど、そのアルファードに突っ込まれて、で車で約4時間ぐらいかけてですね、そのここのバリの兄貴のいる別荘まで、でそれで面白いおっさんに会わせるからって言って、本当は僕は目的は自分のお店が東村山にありまして、そこのお店の、建材を探しに行くことが目的だったんですね。で実際今お店が東村山にあって、そのお店が焼き鳥屋なんですけれども、テーブルと椅子とカウンター、これ全部この兄貴から仕入れ受けて、それで作ったものなんですけれども、でまあそういうご縁もありまして、去年は大体毎月行ってまして、バリ島に。でこの撮影の時も実は関わってるって言えば関わってるんですけれども、なんていうんですかね、ケータリングラーメンを、50食分持ってって、で普通税関で加工食品で捕まるんですけど、見事に捕まりました。で本当にこうやって連れてかれて、
で、まあ、あそこはいわゆる後進国なんで、ある程度ポケットマネープッと出すと、そのままスルーできる。その代わり、まあ、それなりに払いましたけど、で、まあ、それでラーメンを持ってケータリングをして、でそこで、まあ、シーンの一つをずっとそのリー監督っていう監督の後ろ側でずっとハイカットとかっていうのをずっと見させてもらったり、そういう経験させてもらったんですけど、で、まあ、なんで大富豪になったかっていうのは映画で出てきますけれども、まあ、簡単に言うと、まあ、最初は観光で行って、でその後このバリっていうところにすごく魅力を感じて住むようになるんですけれども、そのうちに、まあ、いろいろなビジネスを始めるんですが、まあ、もともとこの兄貴っていう人はお金があるとどんどんおごってってしまうっていうので、ある時丸腰になってお金なくなって、それでもって、まあ、それがきっかけでちょっと苦しい生活をしているところで、やっぱその時に奥さんのその、まあ、倒れそうな、まあ、奥さん、僕はちょっと奥さんかどうかちょっと記憶にないんですけれども、まあ、映画では奥さんなんで奥さんにしておきますけど、奥さんが大病になされてて、で向こうのお金で40万円っていうと、ゼロが1つから2つ違うので、4000万だか4万だか、そういう金額なんですけれども、貸してほしいと、命が助からない、でも手術すると助かるということで、貸したお金が結果的に治るんですけれども、治らず、お金やっぱ返せないので、それで権利書を渡したのが、土地の権利書を渡したのが、実は映画には出てこないんですけど、クタなんです。クタって、クタビーチって今繁華街になってる場所、テロでもちょっとあったような、昔あそこのクタっていうのは田んぼで何もなかったところなんです。はい、何もなかった。そこに焼け野原みたいなところに丸尾さんが権利書を持ってるんで、しょうがねえからって言ってセールって言って、で電話番号だけ書いて、それがなんと72倍で売れたんです。でそれがきっかけでお金をこう、土地だ、これから不動産やっつって言って、不動産にどんどん投資していって、南の半島の約3分の1ぐらいは彼が開発してるし、ウブドも彼が開発してる、で草ももちろん開発をやってて、で今はヌガラって言って、西の方なんですけどね、その方にある。でそこの西の方のヌガラに、今度なんだ、高速を通すのと、あともう一つは、空港が北側にできる国際空港、愛媛と同じぐらいの大きさの、島が、第二空港を作らなきゃいけない状態っていうぐらい、そのすごく観光客が入る、でそういう入りたくても直行便で入れない国がいっぱいあるということで、やっぱ観光立国でトップなんで、だからいろいろそういうインフラが始まって、今年に火力発電所がもうできますね。そうすると自分の島で火力発電が効くので電気が供給されたりとか、まあ、そうすると電車を通したりとか、いろいろなインフラが始まるんですけど、その中の一角にヌガラっていう場所があって、そこに約1500ヘクタールぐらいを、土地を保有しておりまして、それを、まあ、僕が紹介をしているっていう、そういうことから始まってですね。で、まあ、今日は別にその不動産を紹介するわけで話をしに来たわけではないんですけれども、まあ、要はこういう映画になって、丸尾さんっていうのはすごく、有名、丸尾さんっていうんですけども有名になってしまって、今だから吉本興業の、プロモーション入ってまして、なかなか会えません。会うのにものすごい、僕らは今までその簡単に遊び行くよ、今からバリ行くよって言ってたんですけど、今ちょっとなかなか行けません。ただでも僕はやっぱ反社っていうことで仕事で行くんで、仕事でお連れする人っていうのは基本的には時間的にはルーズ入れさせてもらえるので、その枠使ってじゃあみんなで行きましょうかっていう話をちょっと千原さんとか白鳥さんとかと話をしてるんですね。で、実はこの不動産だけで行く以外に、実はバリ島っていうところよりもインドネシアのところは実は、まあやっぱ先進国ではないので、いろいろな規制が多いです。で例えば口座を作りましょう、で、日本で口座を作ると大体1000万円以上とか1000万未満の定期でやると大体 0.025 倍、 0.025 が利息でですよね。そうすると、源泉分離課税まで全部入れたとして、入ってくる最後のお金が例えば、月々5万ずつお金を入れてって60万円になっても120万
が利息。そうすると6万120円からまたスタートしてでやりますけれども、バリ島の場合だと大体今、定時じゃなくて月々で考えても、0.625 ぐらいということは、年利でいくと大体、まあこれちょっと先に言っちゃうとまずいな、大体 4% です。年利で 4% ぐらいが大体一般の人は、定期預金、まあ、それミニマム5万円からなんですけど、で、僕もそのまあねもう8年以上行っててもう大体バリ島には50回ぐらいを行っとるんで、だから口座ぐらい一つ欲しいな、土地は持ってるんですけど口座ぐらい欲しいな思っておったんですけど、なかなか口座って作れないんです。なぜか言うとまずメインが自分名義で行くためには保証人立てなあかんでしょ。でその保証人立てるためにはその保証人がいろいろなこと知っちゃうわけですよね。でちょっと気持ち悪いじゃないですか。だからよっぽど本当に知っている人じゃないと保証人に立てることが大変なわけで、でまあそこに、今回僕がそのバリ島で丸尾さん枠とは全く違う枠で口座が作れるルートが3日あって、でそれが口座を作れるようになるんですね。で僕だから今度3月に口座作りに行ってきますけれども、それはどういうことかっていうと、まあ特典があって、その特典そこのこうそこの会社のこうで口座を作るとだいたい年利で7%ぐらいはいけるかなって言ってて、で今どうです、 7% っていうとちょっと考えられませんね。で日本が昔バブルだった時代で 6% ぐらいだったと思うんですよね。でそれをもう大きく上回ってて、でもでインドネシアは源泉分離課税が 60% だから残るは残る、のまあ引かれるは引かれるんですけれども、でも残り方が違います。仮に60万で考えても結構残っちゃうっていう。でそれを月利で考えるとさっき言ってた 6.2いくつが0.6いくつぐらい、6ぐらいなのかな。だから月々の複利で回すことができるっていう。でそれが自分の名義でできてっていうことなんですよ。じゃあそんなおいしい話ってあるわけないっていうのが普通の話なんですけど、これにはやっぱちゃんと裏がありまして、でそれも僕は裏もちゃんと取ったんですけど、その裏は何か言うと、要はある日本人がリゾート開発をしました。その リゾート開発のリゾート会員権買ってください。そしたらそのリゾート会員権を、入ってきた人の特典として口座作れますよ。じゃあそのリゾート会員権いくらよって話をした時に、大体いくらぐらいだと思います。リゾート会員権です、バリ島の永久会員権、ね、でも月年で1万ちょいちょい払います。誰か芸能人持ってますね、誰だっけ女の人結構持ってると思いますね。あ、誰だっけ、あ、杉本彩だ。ああ、杉本彩は丸尾さんの家にも行ってます、ね、ああ、テレビで、はい、しょっちゅう行ってます、ね、すごくいい女性で、ね、はい、うん、あと猪木とかも行ってます、うん、有名なところで。あ、すいませんで、3万円の 8% 消費。3万円としたらちょっと変わってきますよね、考え方で。でそのリゾートっていうのは僕もその時に3月見に行くんですけれども、3月にオープンするんですよ。で真っピンピンなやつで、今ウブノの方にも1軒オープンしてもうやってて、そこは、ほとんどオールインクルーシブな状態、要は13万円の、要は何だっけ、13万円の、旅費を払うと骨費の費ですよ。骨費っていうのは飛行機を抜いて13万じゃない、飛行機まで入れると大体20万円ぐらいの旅費になるんですけども、で、飯食い放題、エステやり放題っていうやつで、反応してる、すごい反応してる。いや、このエステっていうのはまたすごくて、日本でも3台ぐらいしかない機械が入ってるんですよ。だから女性なんかも入りっぱなしでさ、保冷線かなんか取って帰るみたいな、そんなことをやるんで、だからいや、それで芸能人がそれで整形してたんだけどね、でやりたい放題なんで、行きたい放題ね、食べたい放題、飲みたい放題なんで、それで10万円ってバリでないです。
ブルガリホテルが1泊20万なんで、それで考えると3泊5日ですから、でもって、空港からウブドまでは警察が目の前に先導します。でそうすると駐車場、車も何て言うんですかね、渋滞してるんですけど、それを全部スルーしていきます。僕あの警察先導でヌガラって4時間かかっていくんですけども、警察先導で行った時に1時間半で行きました。あれは早いです。ビビビビビビって言って、バーおいどけこらとかやってるんですよ。本当に言ってるんです。緊急車両みたいなやつ、完全に。だからあの中央線の真ん中、ここはバンバン走って真ん中バーって走る。で運転手は大変なんですよ。離れていくわけじゃないし、でも近づきすぎると危ねえし、で横から入ってくると思うし、だからドライバー大変なんですけど、でそういう特典付きで13万って安っとか思って、俺もそれ行ってこようと思ってるんですけどね。で、そういうリゾートを手掛けてる人がなんでじゃあそれをできるのかっていうと、要はもともと手掛けてたのはバリ島で、BNI とかマンダリンとかっていう銀行があるんですけど、そういうところの銀行を牛耳ってるファンドだったんです。ファンドの会社なんです。で実績をすごく作ってるんで、要はだからそのホテルのカウンターにそのマンダリンと BNI とシティバンクとかこう並んでるんです。でそのホテルに行って、例えばいろいろやったら、もう特典で会員じゃないとそこ行けないので、会員で行ったら、はい、もしよろしければっていう感じで、それそういうような話もあるんで、ただ丸尾さんのところに行くのは1泊か2日で十分。それ以外にあの保冷性を伸ばしに行くっていうツアーいいなと思ってて、いや僕はそれ、そう、とりあえず、あの3月に伸ばしに行って、ピンポイントですちょっと伸ばしに行ってきますんで、使用前使用後があるかもしれないだ、ただ3月の16日以降なんですけどね、行くのは。ただまあそういうちょっと特典があって、この情報はすごいなと思って、それで今日ちょっとお話ししたかったなっていうだけですね。まあでもあのバリ島は僕今まで50回以上行ってるんですけれども、あのやっとそういう話が出てきたかと思ってて、だからあの以前はっていうよりも、もともとあの国は閉鎖的な国で、どちらかというと内需拡大を一生懸命やってる国ですから、輸出入に関しての要は、貿易の差益っていうのをものすごく気にしてる国ですので、だから日本のガスっていうのはもう本当もういいお客さん、インドネシアにはいいお客さんなんですけれども、その収支が黒字になるために必死になって内需拡大してるんですよ。だからあんまり輸入をしない、輸出が多いんです。だからあそこの国っていうのは基本的にゴムとか天然ガスとか、あとあの石炭とかっていうのが向こうで、今石化石炭なんかガソリン、あのガスタービン、回してますよね今ね、あの火力発電ね、あれはインドネシアから行ってるの結構多いです。あとはそうですね、意外なんですけど、国、3位かな、世界で3位ぐらいに金とかが出るんですね。まあある島で出るんですよ、っていうのもあって、火山が多いところは日本もそうですけど、そうですね、だから多分そういう金鉱の金脈があるんかなっていうところで、ただでもそれでもなかなか取れないんですけれども、あとは鈴ですね、鈴が取れる。なんでそういうのがあるんで、すごく資源としては自然資源が豊富で、原油も取れますか。原油も取れてます。私もインドネシアで原油積んで日本持ってきたことあります、ね、原油取れるんですけど、これは輸出しないって言ってました、なぜ輸出しないかって言ったら、内需拡大なんで自分たちの国の中で消費しよう、その代わり価格だけはずるいんですよ、合わせて世界だから今70円ぐらいですかね、リッター。僕が初めて入った時45円でしたから、めちゃめちゃ安も高くなりましたけどね。だから今車が今要はジャカルタの道路面積よりも車面積の方が大きくなっちゃってて、もうあの慢性的な渋滞が起こってるんで、今だからそういう次は鉄道ですよね、はい、でインフラを起こしていってあのやっていくんですけれども、鉄道もあるんですけれども、実はバリ島まで来てないんです。でバリ島とジャワ島との一番接点で近いところって3キロあるんですよ、うん、そこを今度、鉄道を走らせるっていう構想がこの間新聞で出たんで、ね、
ジャワ島が東ですよね、はい、スマトラ島が西ですよね。もうちょい西になりますね。ロンボク海峡はジャワとバリの間ですよね。そうです、はい。ロンボクがこっち側にあって、バリがあって、ジャワがあって、スマトラがあり、でジャワの方からだいたい鉄道で十何時間行くと、あの西側の方まで、あ、東側の方まで、ジャワ島の、はい、東側の方まで来て、相当深いですから。そうですね、今だからあの、なんだっけ、電気のケーブル通してるんです、電気がね、はい、だからジャワ島から電気引っ張ってるんですけど、スマトラじゃなくて、はい、ジャワから引っ張ってます。で、その鉄道を通して一番最初の駅に到達するのが、実は地下を通す、いや、地下を通すか場所は分からないです。フェリーは来てるんで、上はどうかなと。青函みたいに海底通すってめちゃくちゃお金かかるですよね。だから、でも橋も深いですから。深い、あの、うん、巨大船はあの通れるんですか、横。いや、シンガポールの沖のマラッカ海峡は25万トンがリミットなんだけど、バリ島の東は40万トンまで通れるんですね。そうなんですか。めちゃくちゃ深いんですよ。で、そこの深いところにさらに海底トンネル通すって、いやとんでもないお金かかって、いい、ね、あのインドネシアの国家予算5年分かかっても無理。まあその構想はようやくそのニュースとして出てきて、でそれでまあ、あの鉄道を引いて最初の駅に来るのが、そのマロさんが持っている1500ヘクタールの中の一つになって、でその界隈に実は F1 の誘致を今してまして、ね、F1 の誘致を今してて、そうですね、だからあの F1 を誘致するとそのヌーガラ地区っていうのはホテルがないもんですから、今後はだからそういったもののインフラを増やしていかない、はい、していこうっていう。それがある程度大事、拡大がもう成功したっていうか、こう目標点に達したから。いや、そういうことじゃなくて、やっぱり、あそこは観光島なんで、観光島でありながら治安がものすごくいいんですよ。なぜかっていうと、あそこだけヒンズー教で、他はイスラム国家としては一番世界で一番でかい国家なんですけれども、あそこだけ 90% ヒンズー教だから、神々の島とか、神に捧げた島っていうふうに言われてるのは、そういうゆえんがあるんですけれども、でそういうこともあって、まあ、バリ島のその辺りっていうのはそのいわゆる治安が非常にいい場所なので、だからこの間も、世界サミットをバリ島でやったりとか、あとこの間 ASEAN の、バリ調印みたいなのをバリ島でやったんですね。でそういったぐらいで、バリ島っていうのはすごくあの治安がいいのと、あとベッド数が世界一なんですよ。ホテルのベッド数が世界一っていうことは、どんだけのあんだけの島なんですけれども、それだけ観光客を持ってこれるだけのキャパがあるんです。ただ空港がないんで北側に作ろうっていう話で、でもヒンズー教ってもラッキーですよ。まあラッキーっていうか、もともとはヒンズー教だったんですよ。インドネシアっていうのはあの共和国なんで、いろいろな島とがこう1万7000あるんですけど、その島の中の一つなんですけども、バリ島はもともとそれがこう一個に集まって、インドネシアっていう国家を作って、でいろいろな多民族国家なもんですから、ほとんどの場合が、まあ、インドの流れからヒンズー教ではあったんですけども、イスラムの勢力に押されてボルボドゥール隠したんですよ、何千年か前に。でそれを1000年くらい前にそれを掘り起こして、今のボルボドゥールっていうのがあって世界遺産になってる。いや、それも運がいいです。そうなんですね、だから本当にそれぐらいあの守ったんですけど、バリ島だけはここだけはいじれない、文化が根強く残っていく、なんでだからイスラムはそこまで来なかった。でも今イスラムのモスクっていうのはバリ島にもありますし、だいたい 5% から 8% ぐらいはイスラムの人が入ってます。あとキリスト教が何パーセントかっていう、そういう家族構成というか、なんとか構成なんで、だからバリ島っていうのは本当に、多民族国家の中にある単一民族みたいなところがあって、すごく治安がいいんですね。だからこういう映画もできたってこと。だから この映画はまたちょっと違うんですけれども、でもあの神様はバリにいるっていうのは本当にそれを感じられるような話が、3回目も出たい、3回目で心も一緒に、1回目も2回目も3回目、すごい、だってこれって5倍だって。
そう、だから見てる人、僕の中も10回とか15回そうです、本当すごいんですよ。でも、次友達も来てってまた4回目は私に来る。僕もだから、ただで2回目指してもらっていや、ちょっといろいろ関係があったんで、その要はマスコミと一緒に見たりとかでそういうのとかあったんですけど、まあ1回目見た時もボーボー泣きましたね。まあ、知っている人がそこにいるようなもんなの で、だからちょっとそれは感動しましたけどね。でもいやそれは言わんなとかいろいろあるんですけども、でもまあ本当にバリ島っていうのはそういったこれからの経済にすごく面白い島でもありますし、ちょっと日本人特有のそういったちょっとラッキーな、その日本人がやってるがゆえに、その丸尾さんのその土地もそうですけれども、まあ、もう一人のファンドの会社の社長さんも要はインドネシアでものすごく有名な人なんですね。でその人がやっぱマンダリの銀行を動かしてるんで、だからやっぱそれだけはやっぱすごいなっていうことで、で、まあ、その人特典でそのリゾートの会員権にもしなられるんであれば特典としてなります。で、会員になられたら、1泊1万円で飲み放題食べ放題っていうことをで、そのエステやり放題ができるようにはなりますので、いいね。なりたーい。いや、そう、春休みに娘が行きたいって言ってて、あ、そう、めっちゃいいですよ。私一人旅で初めて行ったのはバリで、バリで出会ったんですよ。もともと千春さんが紹介してくれて、私が一人で行くから不安だからって言ったら、うん、森田さんも紹介してくれて、うん、現地で初対面。そうそうそう、初対面。現地で初対面。たまたま夜10時頃僕のゲストとホテルで別れたんですよ。ほんで、あ、そういえば今日だと思って電話を連絡を入れたら、今やってちょうどお風呂入るとこですって言って、一緒にお風呂入っちゃった。食べると思ってない。やってもう全部わーって言ってもらった。で、まあ、そこで、まあ、会えるタイミングとしては今日しかないですよって言って、その後、ね、はい、でご紹介いただいたことで、11時半ぐらいにバリ島では、すごく有名なバーがあるんですけれども、そこでお会いして、めっちゃいいよね。でそれなかなか日本人入れないようなバーなんですよ、本当に。いいよね。なかなかそのちょっと勇気がいるところにさ、ごめんなさい、持ってきますっていう、あ、私は持ってくるよ。話でちょっと取り留めのない話ではございますけれども、以上でございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。この方のドキュメンタリーを先に見てて、でこれが映画化になったっていうことで、いやドキュメンタリーがめちゃめちゃ面白かったんですよ。でこの、その丸尾さん、丸尾さんがすごい悪かったんですよね。いや悪くはないんですけど、まあ、要は、ね関西で、1000人ぐらいの暴走族をまとめる総長。そういう責任で、なんで1000人になったかっていうと、仲たがいするじゃないですか、あいつとあいつとの抗争とか、こことここのグループの抗争、それの全部なんか、お前ら喧嘩やめんか、おいって、お前連れてこいってやって、グループを作っちゃったっていう。みんな仲良くさせちゃう。そう、だからそれの仲介役なんですよ。だバリでもそれをやってて、やっぱりすごいですね。子供たちがわーって群がりまってますよね。この彼のそのバリの映像を見ると、養子がすごいいっぱい。養子じゃないですか。いや違う。養子縁組として120人ぐらい。ですよね、養子縁組が濃い。で、お家が、27軒あって、その別荘だけ27軒あって、壮大だ、貸している家だけで50軒あるのかな。それでもって、会社が33社目、この間で、今6000人ぐらい雇用してパリではもうね、みんなが崇拝する。インドネシア全体から崇拝されるんじゃないですかね。だから今あの人はもう実はもう10年以上前にあれが切れてるんですよ、ビザ。でもまあ関係ないや。関係ない。なんか目くらまをされてるらしい。普通はありえない。だからバリ島では彼はおまわりさん。知り合いなのかなと思ってて。なぜ？兄貴がお前さん、なんでお前さんをやってるかいうと、絶対にお金があるから、政治家がすいません、ちょっとなんとかなりまへんかっていうのをお前にやつ、お前はっていうのがいいと思う。お前何言ってんの。
俺は中立を保つぞと。だから政治には一切加担しません。ものすごく賢い。ただ村長さん